大分県立中津南高等学校は大分県中津市高畑にある県立高等学校である。県内では大分上野旧高等学校に次いで2番目に古い高等学校である。所在地は大分県西北で近くにある山国川の向こうは福岡県である。地元では南高と呼ばれるのが一般的。中津市出身である。 福沢諭吉が学問のすすめを出版した明治時代大分県でも教育に対する関心が高まっていた。1893年9月に私立の形で中津人城中学校が建設され、1894年には大分県人城中学校の分校となった。第二次世界大戦後、新学生により中津市内の旧中学校と 旧高等女学校を統合し、大分県立中津第一高等学校となり、1951年には、学校名を、大分県立中津西高等学校と改名。まもなく受験志望生が増え、大分県立中津北高等学校と、大分県立中津南高等学校に組織、校舎が分割された。礼儀、誠実、新種、工場校訓、礼儀、誠実、 新種工場のもと、知徳、体の調和の取れた全人教育を推進し、心身ともに健やかで心豊かな人間を育むと、共に確かな学力を身につけさせ、これからの社会を担う高い志を持った人材を育成する。2018年4月現在、授業は月から水、金曜日が1から7限まで、木曜日は1から6限まで。 朝自習は8時から20分間。第1.3週に土曜講座が行われている。ありがとうございます。